おはようございます。釣り子 TV です。これ、先日買ったですね、スコーピオン MD の 300XGLH っていうことで、最近ね、このリールお気に入りで使っているんですけども、まずはこちらをご覧ください。スイートキラーにでっかいの来ちゃった。秋の荒食いシーズン始まってないかなって感じで来てみたところだ。かげろう。よっしゃ、かけろ、食った。ああ、どうだ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 。流れの中にいた。かげろう。どっか。サイズは？どうかな。おお、引く引く引く。川の魚だね。よし、おお、抜けるか。抜いちゃえ。よいしょ、よいしょ、よし、いたー。かげろうフィッシュ。おお、危ない危ない危ない。取れかけてた。いいね、カゲロフィッシュ、いただき。よっしゃ、カゲロウに来たよ。70ね、2センチほどね。秋始まってますね。カゲロウフィッシュ、イエーイ、やったね。だー、いやー、初めてね、これカゲロウ投げてみたけどね。流れの中でもね、いい感じで泳いでくれてんのかね。そこで反応が来てくれました。よし、来た。どうかな。ベイトタックルで来たからちょっといいサイズだと嬉しいんだけど、でもドラグは出さないね。おお、どうかな。ちょっとサイズアップかな。バレるかな。リーダーまで。よしよし、一斉のせー。どうかな、ちょっとサイズアップかな。あー、入れ替えだな。はい、久しぶりの TKLM140G でね、ちょっといいタイミング来てくれました。最後、ね、
秋ですね。タモが前だ。カゲロウフィッシュは、いやそうでもなかったな。ドリフトに食ったんだけど、抜けっかな。よいしょ、うん、あ、でも長いかな。お、ちょっと長いかな。カゲロウフィッシュはダダダダダダ、61センチぐらい、まあ60センチかな。イエーイ。カゲロウドリフトさしてたらやっと食ったね。新兵器導入だ。新兵器カゲロウはいいんだけど、これ「サイレントアサシン」買ってきたんだ。サイレントアサシンやってみっか。ミノーね、ちょっとねえでかいの中心でやってたけど、サイレントアタシンで、でかしいバス狙い。おお、なんか超かかりの良さそうな針が。いた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 。サイレントアサシンゲーム。あー、こうするってえと島の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 って感じになるね。よし、サイレントアサシン入れてみますよ。あそこ当たってなんか全然来ないやつダイレクトに入れてみよう。飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。ちっちゃかったか。サイレントアサシン、よいしょ。ちょっと潜らしたらサイズが落ちちゃったね。でもちょっとこの厳しい時間帯、反応が出るルアーでちゃんと反応を出して
サイズとかが食わないか。小さいな。ちょっとこの隙間は小さいね。ちょっと。来た。ルアーのサイズ変えたらすぐ食ったね。カゲロウの小さいやつ。はい。おい。おお。ねえ、いたね。どうかな、ちょっと。おっと、いけっかな。ちょっとリーダー持って抜いてみる。よいしょ。よいしょ。カゲロウに復古サイズね、来てくれました。イエーイ。カゲロウ派手派手かで、いきなり連れてくれたよ。これ買ってよかったな。抑えの一匹が連れてくれたねえ。静かにやってりゃいるんだな。おお、また食ったねえ。カゲロウ 124F 君ねえ。食った。おお、いるんだね。すごい。サイズは、小さいサイズだね。よいしょ。ナイス。はい、カゲロウフィッシュもう一匹。サイズ変わらずだね。55センチ。長い。一応タモ入れとこうか。大丈夫か。そうでもないか。
よいしょ。あ、長いんじゃない息つき。お、どう？どうどう？ありがとう。よいしょ。ちっちゃい、ちっちゃいね。はい、主にね、夜のね、シーバス釣りですね。これでね、このリールを使って見ているんですけども、まあ、ほんとね、太い糸がね、いっぱい入るからね、非常に、まあ、使いやすいな。あと夜とかね、バックラッシュとかね、したくないなーなんていう状況で、そんなね、大トラブルも起こらずね、快適に使えております。ドラグの機器なんかもいいんでね、すごいね、使いやすいんですけども、で、まあね、投げ心地は最高っていうところで、ただね、一点だけね、ちょっとこれはっていうのがあったんでね、動画にして見ているんですけども、こちら、ね、ここにね、まあ、カバーがついているんですけど、ハンドルのノブの、まあ、先端というかね、ここのね、パーツがね、結構弱いかなっていうね、そんなに無茶な使い方はしていないはずなんですが、片方ね、ちょっと取れちゃって、あ、部品注文しなきゃなーなんて思って、まあまあまあ別にいいかなと思って使っていたので、こっち側もね、ちょっと取れてしまってね、ここの、なんだろう、備え付けがちょっと弱いかなーなんていうふうに思ったんですけども、まあ別になきゃないでもね、まあいいかっていう感じでね、今もうそのまま使っちゃっております。まあね、このね、ハンドルすごい巻き心地も良くてね、快適に使えているんでね、そんなところがまあ1点。まあこれよりね、さらに長いね、オプションパーツみたいなね、ハンドルもあったんで、ゆくゆくはもうね、それに付け替えちゃおうかななんていう風に思っておりますが、まあね、この巻きやすいね、巻き心地がいいこのね、ハンドル、まあここのところだけちょっと弱かったかな、自分の使い方が悪かったのかな、というところでございます。ただね、こういった大容量のね、糸巻き量のあるね、リールで、それでもって、今回はですね、まあビッグベイト中心、まあ14センチを超えてくるようなルアーですね、だいたい重さにして50グラム前後
近、うん、その辺りのやつを主に投げてるんですけども、そこら辺はね非常に快適に投げられますっていうところで、ただやっぱりね、うん、軽いのには、うん、軽いのに向いたリールとか糸の太さとかあるんじゃないかなっていうところで、まあ、このリールに関しては、うん、ビッグベイトとかね、あとは14センチを超えてくるようなミノーとか、そういったところでね活躍してもらおうかな、ね、でブレーキもね非常にここを中にねちょっとこれ開けますけど、はい、こういう感じでね、遠心ブレーキはねめちゃくちゃね多く入っているんで、これをねちょっと今何個オンにしてるのかな、全部じゃないんですよね、4、5、5、5、あーでもね7個ぐらいはオンにしてるのかな、今7個ぐらいオンの状態で使っているんですが、これによってねあのバカでっかいルアーなんか投げるときなんかね、メガドッグとかそういったの投げるときとかもね、ほんとねトラブルなくね夜でもね扱いやすいので、ちょっとこのねブレーキに関してはねこれ買ってよかったなぁなんていう風にね感じております。はい、というわけでね、こちらね、スコーピオンの MD ね、いよいよこういうのがね活躍するなんというか、まあランカービンシーズンに突入しますんで、さらにさらにねいろいろな状況で投げ込んで試していきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、シマノのですね、スコーピオン MD ですね、これね一晩中使ってみたところ、なかなか使い心地よかったよと、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。